はい、じゃあ2本目のポイントですね。花台アーチというポイントになります。矢火寺ってね、すごく東西長くて、まあ、10キロぐらいあるのかな。その中で、結構ね、北側の方まで来ています。で、この花台アーチの位置してるね、リーフの名前のことをドゥーっていう、いう風にね、名前が付けられているんですけれども、方言で、胴体の胴っていう意味ですね。その胴体の胴のもう上、もう首の付け根付近ぐらいまで来てるイメージになります。で、ここはですね、矢火寺の一番外側、外洋に面しているポイントになってまして、結構ね、潮通しのいいポイントになっています。で、なのでね、流れが出ること結構あるんですけれども、大物がね、期待できるポイントになっています。あとはですね、まあ花台アーチっていうぐらいなので、地形もね、少し見ることができまして、まあ細い複雑なアーチがね、こういうふうに入り組んでる場所があって、で、そこにはね、中に磯花がこういうふうにね、赤とかオレンジとかね、黄色とかの磯花がたくさん生えていって、で、そういう地形もね、少し見られるポイントになっています。主にはね、大物ポイントになりますので、少し概要の方に、出て壁沿いぐーっと進んで距離を出して大物を探しながら、帰ってくるというイメージですね。で、ロギンアジとかね、あとちょっと大きめなカメとかね、まあ出るときはマンタとかね、まあ何が出るかわからないっていうね、ドキドキワクワクなポイントになってます。あとはですね、浅い棚上の方、水深3メートルから5メートルぐらいにかけて茜花鯉がね、もう数千匹どころかも、多分ね、数万匹ぐらいいるかもしれないですね。かなり長い範囲でわーっとずーっと、群れています。で、赤の花鯉ね、体がちょっとピンクっぽい、黄色っぽいような、感じになるんですけれども、伊良部島、下地島にいるね、赤の花鯉のポイントよりも、ここはね、かなり、さらにもっと浅いところに、群れているので、色がね、すごい綺麗に出ます。で、今日みたいにね、特にすごい晴れてると、太陽光でね、ストロボなんかいらずにね、ホワイトバランス、オートだけで水中モードで撮ってね、それだけでもすごくビビッドなね、体色が写真に映りますので、最後はね、そういうフィッシュウォッチングをしながら帰っていきたいと思います。で、帰ってくる前に最後にね、水深25メートルから水深5メートルぐらいまでね、ズドーンとすごい高い塔みたいなね、岩があるんですけれども、そこのてっぺんにはね、金魚花鯉が群れています。ここにはね、茜花鯉一匹も混じってなくてですね、金魚花鯉、まあ似てるんですけれども、茜花鯉より一回り大きくて、さらにね、体の色がもうビビッドな、もうザ・オレンジっていう感じですね。で、これもものすごい数で群れていて、あとはそこにね、ドリーですね、ナイノハギ、青いやつ。これもね、これらもね、浅いので、もう色がね、すごい綺麗に出るので、めっちゃトロピカルなね、景色が見られるかなというふうに思います。なのでね、前半はちょっと距離を出して大物を探しながら、後半は棚上のところをね、フィッシュウォッチングをしながら戻ってくるというイメージになります。で、注意点としましては、流れですね。流れがあるときに、中層をね、ぐーっと逆らって泳ごうと思うと、かなりね、大変もう疲れてしまいますので、流れがあるとき、向かっていくときはですね、岩の壁に捕まりながら、ゆっくり確実に進んでいくという感じになります。で、流れに乗るときはね、そのまますーっと、中層キックをキープして、僕とね、同じ水深で、ついてきてください。OK でしょうか。ということでね、花台アーチ、大物が期待できるのと、あとは、海の中のね、ジャングルのような磯花がね、たくさん見えますよっていうのと、あと棚上のね、トロピカルな魚たちの景色が、見ることができます。はい。じゃあ、エントリーしたら、あ、ごめんなさい。最大水深は20から25メートルぐらい、ちょっと大物のね、出具合見ながら、水中でね、決めていこうかなと思います。で、ダイブタイムは40分から45分。はい。じゃあ、エントリーしたら、船の後ろにね、ロープ下まで繋がってますので、その付け根集合で行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。